タイデイ、潜水艦の収益によって、海上自衛隊潜水艦が22隻体制へと、目標としていた、体制で配備が完了している。今回は、次期戦闘機や、哨戒ヘリの開発を詳しく見ていきますね。潜水艦の性能良さに売ってくれという国は多いのですが、やはり潜水艦だけは極秘に。四方を広大な領海、そしてその外側の接続水域で囲まれた日本においては、それらの海の防衛を海上自衛隊が一手に担っており、近年ではロシアを抜いて最大の仮想敵国となった中国海軍と対峙する戦力を整備している。この2022年には全く新しい艦級であるもが、2型護衛艦の2番艦熊野3月、1番艦、もがみが、4月に就役を果たしており、さらに、3番艦、の城もこれに続く予定であり、艦艇自体の近代化も進められている。また、昨今は、2020年に、配備の停止が決まった陸上配備型のイージス・アショアの代わりに、排水量2万トン超級のイージスシステム搭載艦を2隻建造する。計画も報じられるなど、装備の多様化も感じられる。対する中国海軍は、2022年6月に、通算では3隻目、国産としては、2隻目の航空母艦、福建を上海にて進水させるなど、大型艦艇の増強に余念がないが、こうした戦力を誇示して、西太平洋までの戦力投射を狙っている。海上自衛隊としては、こうした中国側の動きに正対する戦力で対峙する構想はなく、出雲、片護衛艦の2隻を、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修を進めてはいるが、主力はやはり潜水艦隊である。そうした潜水艦の中でも、最新鋭の物語ゲイ型であり、前級の、そう、竜型の最終型の2隻と同様に、リチウムイオン蓄電池を搭載する通常動力型で、1番艦のタイゲイは2022年3月に就役を果たしている。このタイゲイが就役を果たしたことによって、海上自衛隊が当面の目標としていた22隻による潜水艦隊の体制がひとまず整った状態にあり、内訳は親潮型9隻、総流型12隻、タイゲイ型1隻となっている。タイゲイ型は、海上自衛隊の最新鋭潜水艦であることもあって、その使用数値が伏せられている部分も多く、基準排水量が3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルなどの、わずかな情報しか開示されてはいない。ちなみに、前級である、そう、竜型の最終型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トンであり、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルという、数値はタイゲイ型と同様であるため、ほぼ同様な規模感と見て、間違いない。ただし、大きさ的には近似値に感じられる、総流型とタイゲイ型ではあるが、前者は、1番艦から10番艦までの10隻は、鉛製の蓄電池、そしてスターリング機関を搭載し、これにより非対機依存推進を実現した形式であった。この構成は、通常動力型潜水艦の最新のトレンドとも言えた非対機依存推進を取り入れた艦として、当時は先進の方式と見られてはいたが、後に11番艦以降にリチウムイオン蓄電池の搭載が実現すると廃止されることになった。これは、そう、竜型の前期型の場合、機関としてディーゼル、スターリング、そして鉛製の蓄電池によるモーター稼働が可能だったわけだが、大きく重いスターリング機関は効率面から考えれば、
決して最良の選択とは言えなかったのだろう。鉛製の蓄電池に代わってリチウムイオン蓄電池の搭載が可能となった双竜型の11番艦以降、モデルの途中でスターリング機関が廃止されたことを考えれば、それでもなお利点の方が上回ったであろうことは想像に難くない。リチウムイオン蓄電池が従来の鉛製の蓄電池に比べて容量が大きく、充電時間や反復使用、持続時間に至るまで優れていることは明らかだったが、軍事用に供するには発火しやすいという大きすぎる問題が横たわっていた。そう、竜型の後期型から搭載されたリチウムイオン蓄電池は日本の GSU 朝社製であり、その発火しやすいという特性を技術力で克服し、また艦隊にも三菱重工業者を中心として、それに対応可能な耐火設計が施されている。こうして世界初のリチウムイオン蓄電池を搭載した実用的な潜水艦となった。そう、竜型の後期型の成功を受け、大ゲイ型でもその方式は踏襲されており、なお、かつ当初の設計時からそれを織り込んだ艦艇となった。大ゲイ型が当初からリチウムイオン蓄電池を搭載することで、その能力を活用した装備としては、新規に開発されたシュノーケル発電装置があり、通常動力潜水艦で避けられない急は、域、効率の向上とシュノーケル自体の秘匿性も高められている。また、大ゲイ型には、光ファイバーによる新型のソーナーシステムを実装しており、従来型の潜水艦よりも、水中での索敵、探知能力を向上させており、元より定評のある潜水艦本体の静粛性と合わせて優位性を発揮することが期待される。防御面においても、大ゲイ型は、そう、竜型の中期以降から装備されていた魚雷防御装置の搭載を継続しており、敵の魚雷攻撃を探知した際に、ハデコイや音声を発する部位を巻いて、その攻撃を回避する仕組みを備えている。大ゲイ型は、主兵装として、従来の潜水艦と同様に、艦首部分に、片側3門ずつ、の計6門の533ミリ、魚雷発射を装備しており、ここから搭載する、8級式魚雷、および、最新型の18式魚雷等の超魚雷を発射することが可能となっている。18式魚雷は、現行の89式魚雷の後継として、2012年度から開発が始められた超魚雷であり、敵のデコイ等への対処能力の向上を図る。同時に、水深の浅い海域での使用にも対応し、かつ、優先誘導機能も備え、水上戦闘艦、潜水艦の両方を攻撃できる。この18式魚雷の水深の浅い海域への対応という性能からは、中国海軍との対潜水艦戦闘を念頭に置いており、東シナ海や中国の沿岸部といった海域での使用を前提にしていることが伺えるものと見てよいだろう。また、大ゲイの型の533ミリ、魚雷発射からは、こうした超魚雷以外にも、アメリカ製の対艦ミサイルである、UGM-84 リッターハープーンブロック2の運用を行うことも可能であり、およそ 250km 弱の射程距離を持つとされる。UGM-84 リッターハープーンブロック2は、対艦攻撃用のミサイルでありつつ、接近して使用する場合には、限定的とはいえ、対地攻撃も可能とされており、未だ数が少ない自衛隊の対地攻撃兵器の一つとして、その汎用性が注目されている。これまでは、海上自衛隊の潜水艦として、大ゲイ型の概要を述べてきたが、逆に、敵の潜水艦を探知して攻撃するための新型の対潜哨戒用途の回転翼、機、SH-60 リッターも、配備に向けた準備が進められている、状況にある。SH-60 リッターは、
現行の SH-60K に改良を施した機体であり、これまでと同様に三菱重工業者によって開発中で、2021年5月に初飛行を終え、2021年9月にはテスト用の機体2機がすでに防衛装備庁に向けて納入が行われている。この SH-60 リッターの開発の目的は、日本の周辺海域において活動する主として中国海軍の潜水艦の静粛性の向上に対抗するためであり、それらに対処するべくマルチスタティックソーナーの実装で探知能力を高めている。また SH-60 リッターでは機関部の改善も行われており、これはソマリア沖への海賊の取り締まりに派遣された際、従来機ではこうした気温の高い地域で出力不足に陥った経験から、その改善要望が反映されたものと言われている。